ばんは、四つ子の樋口です。こんばんは、アシスタントの高です。高ちゃん、はい、前回に引き続きアシスタントありがとうございます。いえいえ、高ちゃんちょっとお手紙が届いてるんですけど、ね、マジですか。はい、めちゃびっくりしたんですけど、はい、マジでマジで、はい、あのいつお顔を見せてくれるんですか。ブブー、へえ、ずっと見せないつもり。お店に来てください。あ、そうなんですよ。そのお手紙の続きがですね、タカ、はい、ちゃんに会うのにはいつ来たらいいですか。実を言いますと、ちょっと最近ね、YouTube がつながりのきっかけで、お店のお手伝いをしていただいてるんですけども、今日もいっぱい汗かいて配達行ってきましたよね。行きましたね。ありがとうございます。いえいえ、毎週土曜日か日曜日の、月3回ぐらいですかね。そうですね。今来れるのは、はい、ちょっとあの見習いということでアシスタントをしていただいておりますのでぜひタカちゃんに会いたい方は週末めがけてタカちゃんおるとお声かけいただければお会いできるかもかもかもということで。はい、何緊張してるんですか。いや、なんかドキドキしますね。そうですか。いやいや、もうすでにこのファンレターが届いていますので。それあれですよ、自作ですよね。マジでマジで、ここにお手紙いる。本当ですか。本当にありがとうございます。温かいお言葉ありがとうございます。ありがとうございます。では今日のお題なんですけども、ほい、若い時にオーディオはやっていただいてたんですけども、やはり子育てであるとか、お仕事であるとか、なかなか油の乗った時代っていうのはですね、忙しいじゃないですか。そうですね。自分の時間も取れないじゃないですか。そう思います。お部屋でね、ゆっくりオーディオを聞く機会っていうのがね、なかなか取れない年代っていうのもあるかと思うんですよ。でも最近ですね、やはりちょっとあの時間ができるようになってきたということで、オーディオをもう一度趣味としてやってみたいなっていうお声がとてもよくお店でもお話を聞くんです。なるほど。はい、大体ですね、世代的に言うと昭和ですね。そのやってられたオーディオのやはり全盛期というでしょうか。ほう。はい、私のまあ諸先輩方になると思うんですけども、昭和の40年代ぐらいですかね、からずっと来てですね、まあ昭和で言うとそうですね、60年ぐらい、その20年間ぐらいのオーディオ誌ってすごく分厚いと思うんですよ。ほう。というところで、はい、たまたまなんですけど、こちらヤマハ AX2000 番、ほう、この型番を聞いてピピッとくる方いらっしゃるのではないでしょうか。ちょうどこの製品が出たのが1987年、昭和でいうと62年、まさしくオーディオの全盛期というべき世代の製品かと思うんですけども、今から考えると34年前、私17歳でした。タカちゃんいくつでした。ピーそこも内緒そうです。あらららららら、まあ、そこそこおじさんですよね。はい、前回そこそこおじさんという自分のコメントが残ってます、はい、まあ僕17歳やっぱり青春真っ只中、一番音楽にも目覚めてた時期でもあるんですけども、もうやはりね、学生の身分なのでそんな高級な機種買えないんですけど、枕元にですね、オーディオのカタログを置いて、いつかこの機種を手に入れるぞと、やはり夢見た時代です。なるほど。はい、そういう夢見た機種の一機種でもあるかと思うんです。ほう。はい、とても綺麗にお使いになられているので、34年前とは思えない。そうですね。はい、アンプですよね。これね、ちょっとこうやって蓋が開くんですよ。うん。で、いろいろなつまみがついててですね、この辺のデザインってやっぱりヤマハデザインすごくね、やはりおしゃれ、オーディオチックな
ね、趣を感じると思うんですけど、はい、ここのウッドパネル、ね、ちょっと後ほどご紹介するんですけども、こちら最新型のヤマハの、プリメインアンプになるんですが、ちょっと前からは見にくいと思うんですが、このサイドウッドなんかはね、ピアノフィニッシュ加工がされてて、この当時のウッドパネルをやっぱりね、思い起こすような、そういう当時のデザインをやはりちょっと引き継いだ感があるかと思うんですよね、うん、なんとなくこういうつまみのね、ちょっとデザインなんかもね、見せているというか、やはりその当時オーディオが好きだったマニアの方にもすんなり入っていただきやすいようなデザインになっているんではないかと思うんですが、でも34年前っていうとそこそこやっぱり年数経ってるので、うん、まあ、アンプの寿命ってどれぐらいなんですかってよく聞かれるんですが、タカちゃん何年ぐらいだと思います？難しいですね。何年ぐらい逆に持ってほしいな、いろんな考え方があると思うんですけど、電化製品ってくくっちゃうと、やっぱり10年が一つ、はい、何でも10年ぐらいで壊れるイメージがあるんですけど、はいはい、オーディオってその四六時中使い続けてるもんでもないと思うんで、もう少し寿命は長いのかなと。そうですよね、ただ僕も、何年間かオーディオをやってない期間があって、ある四日市の店に行ったらですね、はい、もうびっくりですよ、こんなに音が違うんだって、はい、家にあるものはもう全てガラクタに思えてしまうほど、はい、衝撃をここで受けました。ありがとうございますそうなんです、タカちゃんはねもともとお客様だったんですね。だったっていうか過去形ではないですね今も現時点でもそうなんですけども、アシスタントです。はい、そうなんです、やはりね電化製品なので電気で動く代物ですから、中のパーツ寿命っていうのがやっぱり経年劣化って言われるところで、限界、まあ、ある程度寿命っていうのがございます。車の世界なんかでいうと40年以上ね経ってたヴィンテージっていうね、そういう一つの、世話はかかるけども長く使い続けてるっていう一つの文化っていうのがあると思うんですけど、オーディオも一緒です、うん、やはり30年っていうとちょっとまだ早いかな、40年ぐらい経ってくるとヴィンテージの仲間入りっていうね、うん、部類に入ってきまして、まあ、それを大、まあ、現状維持させるためのいろいろなそういうメンテナンス等をしていただけると鳴るアンプもたくさんあります、うん、ただやはり先ほど言った電化製品なのでメンテナンスなしではなかなか動いてくれません。特にガリっていうね症状が一番よく聞くと思うんですが、ボリュームを触るとねガリ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 っていうねガサゴソ言いますよね、ガサゴソ言ってね、はい、あれはまあ接触不良がね若干起こってきているっていうことだと思うんですけども、あとはスイッチ類押すとねボソッボソッって言ったりとかですね、まあ、正しくそれで、動作しないリレーとかが壊れてて動作しないようなモデルもあったりとかして、現状音が出ないようなケースになるのがやはりどうでしょう、僕の経験でいうと15年目ぐらいから徐々に徐々にそういうトラブルが始まり始めて、メンテナンスしないとそのまま17年18年でもう使えなくなってしまったりとか多いんじゃないかと思います。でメーカーさんもある一部のメーカーさんは30年前のアンプでも修理してくれるメーカーさんございます。でも7年経ってるとパーツっていうものが一応保持しなくてもいいようになるんですよね、うん、でそういうまあちょっとねやっぱ10年経ってると修理が難しいですっていうメーカーさんが多いのも確かです、うん、まあ、この製品はどちらかっていうとまあ34年経ってる中で現状チェックしましたが80点ぐらいのね、うん、現状だと思います。コンディションいいわけですね。コンディションはねそんなに悪くないです、うん、やはりメンテナンスがね程よい時期でされてたっていうのもありますし、ただやはり34年っていうとねちょっとボタンを押すとボソって言ったりとか、まあ、少しボリュームの一部分でそのガリがあったりとかするのは否めません、うん、はい。
今日はねちょっとこのアンプに実を言うと CD をつなげて音楽を聴いてみようかな。で先ほど申し上げたアンプが壊れたから音楽趣味としてやり始めたいんですけど、うん、何を買ったらいいかなってなお悩みの方がたくさんいらっしゃるんではないかということで、うん、この当時このクラスのアンプを買ってられた方が、今の現代のアンプに変えると、うん、どんだけ音が、まあ、違うのか、もしくはどのクラスのアンプを買わないとこの当時のアンプの持ってた喜びにふさわしいのかっていうかね、うん、そういったところをね少し深掘りしていきたいなと思います。なるほど、はい。でちょっとね機械の説明だけさせていただきたいんですけど、はい、まずまあ今日は CD を鳴らします、はい、私家から持ってきた自前の CD を鳴らします、CD プレイヤーでトライオードさん、このトライオードさんのねあの CD プレイヤーとても面白くて中に真空管が入ってたりとか、真空管出力ができるポジションがあったり、トランジスターで、出力するポジションがあったり、とても今人気のある CD プレイヤーで今はトランジスター回路でね出力するようにセッティングしてあるんですけども、はい、型番がタカちゃん、はい、トライオードの、はい、TRV-CD6SE になります。はい、噛みませんでしたね。急ですね振りが予定なかったっすよ、ね、そうですか、はい、ちょっとねこの CD プレイヤーの魅力っていうのはねたくさんあるんですけど、今日はちょっとねアンプの話なのでまたおいおいねこの CD のお話はしたいなと思うんですが、純粋に CD プレイヤーですね、このクラスの CD プレイヤーで、ちょっとマニアな話になるんですがクロック入力がさせるとかね、先ほど言った、真空管トランジスターのねその使い分けができるとかね、あと昨今話題の MQA-CD これを再生できます。おここはね結構この CD を買ってくださるお客様はミソでですね、うん、MQA がそのまま簡単に聴けるというプレイヤーになっております、はい、じゃあ次にヤマハの最新のアンプ AS1200、まあ、ヤマハでいうとエントリーグレードのアンプになるんですけども、エントリーグレードって言っても、ファイファイピアオーディオの中でのエントリーグレード、うん、はい、ここでちょっと注目したいのがちょっと下世話な話で恐縮なんですけど、はい、標準価格で見比べてみますとこちらの34年前の AX2000 番、はい、当時23万円いい値段しますね。社長の初任給で5個カットでそんなにもらってません。いやいやいやですね、23万円っていうこの値段が34年前の物価の価値でいうと、はい、私ねちょっとさっき調べたんですよ、インターネット今便利ですね、これはね日本銀行のホームページに、はい、まあ、消費者物価指数っていうね、はい、そういうあの下りがございまして、ありますね、当時34年前の消費者物価指数をもとに計算しますと、だいたいこの2021年でいうと、うん、1.2 倍ぐらい、まあ、僕もっとあると思ったんですけど、うん、まあ、1.2 倍ぐらいらしいんですね、うん、だからねここは一つちょっと皆様に、いろんな言い分があるかと思いますけど、オーディオの物価指数そんなんあるんですか。私が今作りました。なるほど、まあ、当時30年以上前の人気度、うん、生産数の違いとかもやっぱりありまして、うん、とてもねこの 1.2 倍では済まないと思います、うん、はい、私が選出するオーディオ物価指数で言いますと、四つ虫調べですね。四つ虫調べ、はい、
はい、いい響きですね。だいたいね 1.5 倍から2倍あると思います。2倍ですか。はい、もしかしたらそれ以上あるかもわかんないな、うん、それぐらいオーディオ文化っていうのが、まあ、当時から比べるとやはり人口が少なくなってきている。だからその四つも調べですけど、オーディオ物価指数はより今の物価指数より上がっていると思っていただいてもいいんじゃないかなということで、じゃあタカちゃん、この AS1200 今の標準価格はいくらでしょう。税込み26万4000円ですね。はい、というと、はい、当時のこの23万円から比べると、はい、ちょっとこちらの方が、まあこれはね賛否両論あるかもわからないですが、若干最新のやはりテクノロジーは詰まっていますが、うん、物量投入的な価値でいうとちょっと下なんじゃないかなと思うんです。でそこで用意したのが、はい、もう一つ上のグレード、はい、タカちゃん A-S2200 番ですね。はい、なんすかこの授業みたいなやり取りは。1200の次が2200っていうことで、はい、まあ数字が上がってくるとほどはクラスがグレードが上がっていくわけなんですけども、そうですね、まあ、はい、いわゆるお兄ちゃん分ですね、はい、こちらの、まあ、今の標準価格メーカー希望小売価格はいくらでしょう。はい、税込み38万5000円になります。38万5000円、はい、ちょっと高いな。まず10万以上違うの。そうですね、ね、そうですね、12万円かな、違う、はい、はい、そんだけねやっぱり物量が詰まってるからお値段も上がっていくわけなんですけども、見た目ほとんど一緒ですけどね、まあ、つまみが1個2個多いかな、そこ。やっぱりね脱ぐとすごいんですよ。なるほど、はい、まあ、そういうちょっとねやっぱり値段の違いっていうところが、音の違いっていうわけではないんですが、より高みを目指したモデルになっているっていうのは間違いないと思います。なるほど、まあ、当時のこの23万から見るとちょっと言い過ぎかもわかりませんが、この AS2200 の方がより当時の価値観としてはより近いんではないかと私は思うわけなんです、うん、ということで、はい、ちょっと前置き長くなりましたが、はい、34年前の AX2000 番、最新の AS1200 番、はい、さらにその兄貴分である AS2200 番、同じ楽曲をですねちょびっとずつ鳴らし比べてみたいなと思います、はい、やはりこのヤマハさん機種、はい、お聞かせしたいのが女性ボーカル、声を聞いていただきたいんですよ。なるほど、はい、その中から私が選んだ曲は中島みゆきさんのトレビュートアルバムっていう、ね、はい、中からいろんなアーティストの方が中島みゆきさんをリスペクトして歌っている元気ですかっていうねちょっとアルバムがあるんですが、その中から私の大好きな浜田真理子さんっていうね、シンガーソングライターの方が歌うあざみ城のララバイ、はい、から世情へ変わっていく、メロディーじゃないな、メドレー、はい、ありがとうございます、はい、いいえ、メロディーってな、なんかごめん、メドレー、はい、はい、これまたすっごくいいんですよ。なるほど、はい、ぜひ聴いていただきたいんですが、今日はねちょっとね全曲はおかけしませんけども、あざみ城のララバイの、声、ピアノがちょっとねポロンと入ったりしたりもして素敵な曲なんですが、それを聴き比べてねいきたいかと思います、はい、まず最初に34年前のアンプAX2000 番、この歌声がどうお聴きいただけるか聴いてみてください。ララバイ一人で
眠れない夜はララバイ私を訪ねておいで、ララバイ一人で泣いてちゃ惨めよ、ララバイ今夜はどこからかけてるの、春は菜の花、秋には桔梗、そうして私はいつも夜さ一人で泣いてちゃ惨めよ、ララバイ今夜はどこからかけてるの。世の中はいつも変わっているから、ちゃん、はい、涙するんですけど、このシーン。どうぞ。金八先生見てた？見てません。見てませんか。はい、すみません。これはね、金八先生見てから聞いてほしいな。あのドラマのワンシーンでね、はい、使われてた曲なんですけども、うん、ごめんなさい、アンプ切ってから CD ですね、本当は。皆さん注意してください。はい、ではね、こちらの最新のアンプ、ヤマハさんの AS1200 番、はい、こちらにつなぎ替えていきたいと思います。はい、もうあのそんな古いアンプで聴いてる感じはしなかったです。そう、はい、まあ、曲もね1970年代の楽曲なので、まあ、この時代にやっぱり似合っているっていうね楽曲でもあると思うんですが、うん、まあ、レコーディングはこれトリビュートアルバムなので、もっと新しい年代に作られた曲やもんで、はい、今からお聴きいただくこの最新のアンプのやっぱりちょっと難しい言葉で言いますけど SN、うん、ね、この辺なんかの違いを少し聴き比べに要素として入れていただけると、今の現代のアンプがどう歌ってくれるのか楽しんでいただけるかと思います。うん、なるほど。はい、学生時代ね、やっぱこういう音でした。当時私は山水のね、はい、アンプを使ってたんですけども、やっぱ懐かしいっていうかね、 うるっときちゃいます。そうなんですね。はい、うん、ではこれボリューム1ちょっとねさっき言うと違うんですけども、それぞれやっぱり個体差っていうかね、シリーズの違いっていうのもあって、うん、ちょっとずつボリュームの1ってやっぱ変わってます。同じ、まあ先ほどちょっとセッティングの時に同じ音量の感覚になるように私合わせてあるので、うん、ちょっと位置が違うのはご了承ください。はい、大体同じような位置に調整してあります。はい、では聴いていただきましょう。はい、ヤマハさん AS1200 番でのサウンドです。ララバイ一人で眠れない夜はララバイ私を訪ね
ておいで。ララバイ一人で泣いてちゃ惨めよ。ララバイ今夜はどこからかけてるの。春は菜の花、秋には桔梗、そうして私はいつも夜咲くあざみ。ララバイ一人で泣いてちゃ惨めよ。ララバイ今夜はどこからかけてるの。世の中はいつも変わっているから、頑固者だけが悲しい思いをする。変わらないものを何かに例えて、その度崩れちゃう、そいつのせいにする。シュプレヒコールの聞き入ってしまう。あの奥行きが全然変わりましたね。そう、はい、あのさっきあんまり感じなかった、はい、歌の余韻の、まあ、リバーブっていうエフェクトがかかってると思うんですけど、はい、その本当に奥の方で鳴ってる音が聞こえます、うん、ですよね。これはあれですか、バックトゥーザフューチャーみたいな、未来へ行っちゃうみたいな、ちょっと違うな。いやでも34年前のモデルと、やっぱり今のエントリーグレードでも、こんなに違うもんなんですね。そうですね、あの最初に34年前のそのヤマハのアンプの音、決して悪いって思わなかったんですけど、なんかあの一皮むけたみたいな違いを感じましたね。やはり最新のテクノロジー技術で、リファインされた30年の空白、空白じゃないね、その間もしっかり、まあ、あの生産してたんですけども、やはりその間を埋まらないその差っていうかね、うん、それなりにあったんではないかなと思います。やはり音楽性っていうところに関してはお客様のやっぱり好みがございますので、どちらにコーツつけるっていう意味でこのデモをしているわけではないんですけども、うん、やはり現代のならではの、まあ、テクノロジーっていうかね、その進歩っていうのは否めないところはあるんだと思います、うん、はい。まあ、ただ先ほど申し上げたこちらの AX2000 番のクラスを使っている方であれば、私はこちらの AS2200 番、はい、おすすめしたいなっていう音の違いをちょっと聞き比べていただきたいなと思います。さらにどのような、うん、はい、まあ、兄弟対決ですね。兄弟、そうですね、うん、うん、まさしく見た目あんまり違いないんですけどね。スイッチが2つ多いのかなぐらい、はい、ちょっとあのここから見るとそれぐらいの違いにしか、このね、まあ聞いていただいたらあれなんですよね、はい、まず聞いてみてください。はい、はい、お願いします。ララバイ
一人で眠れない夜はララバイ私を訪ねておいで、ララバイ一人で泣いてちゃ惨めよ、ララバイ今夜はどこからかけてるの、春は菜の花、秋には桔梗、そうして私はいつも夜さ、ララバイ一人で泣いてちゃ惨めよ、ララバイ今夜はどこからかけてるの。世の中はいつも変わっているから、頑固者だけが悲しい思いをする、変わらないものを何かに例えて、その度崩れちゃう、そいつのせいにする。シュプレヒコールの高ちゃん、どう？あのピアノが、うん、ピアノの音が本当にそこで鳴ってるようなリアリティっていうんですかね、うんうん、あの生々しかったです。ですよね、はい、あの何ですかね、1200番の方が別にその、うん、生々しくないとかそういう話じゃなくて、うん、より奥行き感とか、うん、あとピアノの何ですかね、こうペダルを踏んで音が伸びているところが切れるところの音の感じとかが、うん、よりくっきり聞こえたのかなと思って、うん、リアリティがあるのかなっていう感じはしました。ですよね。やはり1200番も先ほど聞いていただいたようにとても最新のね、そういう SN の良さ、うん、ノイズ感のなさみたいなところも含めて技術が上がった感は感じていただけたと思うんですが、うん、やっぱり AX2000 番聴いていただいてた方にはちょっとね軽いっていうか、うん、あの物足りない感を感じられる要素も若干あるのかなって私思うんですよ。そこが2200番兄貴分になると、うんうん、まあ、これはお値段の話を言うわけじゃないですが、12万円のやっぱりね物量投入の差っていうのは相当やっぱり違いがあるかと思いまして、結構僕の想像以上でした。その声、もしくは先ほどタカちゃんの言ったピアノ、なんか重みが違うっていうかね。そうですね、言霊の重さの違いっていうのがとてもよく感じ取れた楽曲だったのかなって私思うんですね、うん、まあ、この、当時70年代のこういう、楽曲のねテイストを楽しんでいただくっていう上では、その言葉の重みみたいなね、その伝わり方っていうのはジーンとこの辺に来るかどうかっていうのは、やっぱこの重さの違いっていうのは随分あると思うんですよ。変わるもんですね。ですね。はい、多分お持ちのねレコードとか CD とかをまた新しいアンプで聴いていただくと、あの何ですかね、
聞こえなかった音っていうとまたちょっと難しい表現になるかもしれないですけど、うんうん、やっぱりすごい視界が広げたような感じをしましたね、うん、僕自身、ねはい、とてもねあの面白い聴き比べをさせていただいたと思います、はいはい、ただこの上に3200っていうもう一個お兄ちゃんがいるんですね、はい、今日はちょっとねこの登場をどうしようか悩みに悩んでちょっとねあの場所お腹いっぱいになってもいかがかなということで、この2機種をね用意させていただいたんですけども、うん、店頭には3200番もございますので、うん、よろしければ聴き比べにまたご来店いただければね、そのシリーズの中でもグレードの違いによっての音の差っていうのはお分かりになっていただけるんではないかと思っております。はい、タカちゃんどの辺の年代が多いんだったっけ。どの辺の年代、僕はあれでしょ80年代90年代いっぱい聞いてましたよ、まあ、2000年代もあの2010年代もいろいろ聞きます、うん、まあ、今も継続していろんなジャンル聞いてますけど、うん、はい、70年代ぜひちょっと。70年代ですね、はい、70年代はちょっと話が逸れてきますけど、はい、やっぱり僕ロック好きだったので、うん、もうチェッペリンとか、うん、ディープパープルとか、うん、あのあたりは結構なるほど遡って聞きましたね、うんうんうん、そこからあの80年代のハードロックとかに入っていくわけなんですけど、うんうん、はい、なんでもちろんジミー・ヘンドリックスとか60年代後期とか、70年代いろいろ聞きましたね、結構好きなアーティストいっぱいいますけど、はい、またその辺のねやっぱり音楽シーンの分厚いねカウンターカルチャーっていうんですかね、なんかカウンターロックっていうんですか、はい、やっぱり訴えかけるねそういう、時代だと思います。その辺の音楽に似合うアンプもたくさんございますので、何卒ご相談いただければ幸いです。はい、今日はこの辺りで、はい、また次回楽しみにしてください。はい、かかちゃんありがとうございます。こちらこそお疲れ様でございました。またあのファンレター後で渡すからね